演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら、チャンネル登録よろしくお願いします。こちらスターダストかけるミスでウスカフェドルチェグッソのコフィーナッツラテと抹茶ラテを飲みたいと思います。こちらも気になりますね。抹茶ラテは今大体想像はつくんですけど、コフィーナッツラテってどんなものなんでしょうか。それではまずそのコフィーナッツラテから飲んでいきたいと思います。はい、このような飲み物ですね。なんかちょっと今まろやかなバターのような香りがしてきました。では飲んでみたいと思います。ほんのりバターの香りもあって、ナッツだけとはまた違った香ばしさがありますね。甘いケーキによく合いそう。はい、続きましてこちらのスタバの抹茶ラテですね。以前通常の抹茶ラテは飲んだことですが、それとはまた違うのかな。香りはそんなに変わらないような気もしますが、ちょっと失礼。では飲んでみます。ネスレ製品の抹茶ラテよりまろやかな感じですね。こっちの方が好み？いや、抹茶も感じたいな。どっちか選べない。抹茶ラテもどちらも最初の飲み物だけだと結構香ばしい香り、ほのかな香りがするのですが、ミルクを入れた瞬間に一気に甘さが広がってくるような、そんな感じでしたね。で、トフィーナッツラテはバターのようなナッツのような香ばしい香りがまずきて、飲んでみると思ったほど甘ったるくなくて程よく飲みやすかったです。なのでちょっと甘ったるいのが苦手な方におすすめです。まあ甘ったるいのが苦手な方は普通のコーヒー飲むかもしれません。というわけでこちらの点数とさせていただきます。こちらの抹茶ラテはちょっと申し訳ないんですけど、なんかここにおすすめ分量書いてあるので思いっきりそれを無視して抹茶多めミルク少なめに入れてましたが、それでも結構甘さがあって、通常の抹茶ラテよりも結構甘めでしたね。なので甘い抹茶ラテが好きな方は通常よりもこちらの方がいいかもしれません。ただもうちょっと抹茶を感じたかったかなって思ったかような部分もちょっと出てきたんですけど、そこまで抹茶は弱くはなかったんです。なのでこちらもこちらの点数とさせていただきます。やっぱり専門店が監修すると違うのでしょうか。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただき、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演。